解人やホームレスの男がうんちするの。いや会話続けろや。何？めっちゃ笑われた。なんだこいつら、許せねえぞ絶対。とりあえず車乗りましょうか。あーあーあー警報器が鳴ってる。ちょもっと目立たないようにやって、もっと目立たないように。とりあえず乗りましょう。おお、いいね、行くぜ、俺の冒険の始まりだ。皆さんとりあえず着替えました。目立つとか言うんじゃねえ、俺は最強ハッカーだ。とりあえずで目的地があそこにあるらしいんで、早速行きたいと思います。車、車ってかバイク欲しい。ちょうだい、ちょっとお願い、出ろ。出ろってかもう出てるみたいなもんだけどね、バイクだから。まあ、とりあえず向かいましょう。こっちから行けるかな。いやちょっと待てよ、ちょっと待て待て、やばい。おーい、完全に海の向こうだった。船もらいましょうか。僕は大胆に行く男なんで。あ、2台もありますね船。さあさあさあ、乗るよ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 。なんで避けんだこいつ、あいつ、あれ警察官か、あれ警察の船かな。それはちょっと怖いんで、この船をもらっていきましょう。あ、こいつ避けてくれね。ちょ待って待って待って、あ止まってくれた。でも乗らして。はい、こんにちは。はい、ハイジャック、ありがとうね今まで。いやいやいや、今わざとだろ、今落ちたの。そこまで飛ばしてなかったぞ俺。今ちょっと演技感あったよね、なんか。まあいいか、よくない、めっちゃ綺麗じゃん。あ、ワンちゃん撫でることができるっぽい。撫でよう、撫でましょう。ああかわいい、よし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 、いい子いい子。うん、もう一回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 。あ、なんかめっちゃ見られてんだけど。おちびちゃん、おちびちゃんではないだろお前。これ入り口か。邪魔だお前ら、邪魔だお前ら。え、何どうしたの。でもなんかしゃがみ出した。さあこの奥か。はい、こんにちはこんにちは。はい、着いたー。開ける、よし。この服で来たけど大丈夫かな。なんで手広げた。いいね、かっこつけたね。いきなりなんかそのこれファッキューっていう手が。マーカス、プライム8の奴らにデータを盗まれた。くそ、え、どこだ。猛スピードで移動してる。それから奴は尾行されてる。情報の奪い合いね。え、この前、待って待って待って、目の前にいる目の前にいる。もっと急いで。ああ、え、待って待って、目の前にいる目の前にいる。え、これこれなの。ちょ待って、本当に目の前で起きてんな事件は。ちょっととりあえずあいつらを尾行しなきゃ、早く。ちょっとなんで俺警察の目の前で車盗んでんの。早く無効化しなきゃあいつを。無力化だ、無力化しないと。とりあえず追えばいい。もうこれ車選び間違えたな絶対。絶対遅えじゃんこの車。わー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 、何何何何、今の何今の何今の何、爆発したの今。もう銃撃っちゃっていいかな。でも銃撃つしかないよね多分。ほら止まれ止まれ、どこ行くの。山登り出したんですけどこいつ。それ道あんの。道あるんだ、びっくりドンキーだこれは。あーちょっと皆さんごめんなさい、邪魔ですよ。ちょっと待って、ちょっと待って、わわわわ。ちょっと一回転した。ちょっと待って待って待って、落ち着け落ち着け。待って、警察さん、警察さん違うんです。警察さんなんか僕に攻撃してきてるけど違うんです、あの前の黄色い車なんです。ちょっと警察さん、なんかすげえ警察に追われてる俺。俺は何もやってない。いや、やった、正確にはやったけど。ちょっと待って、あ、逃げられる逃げられる。オッケー、燃えた、やった。はい、お疲れー。任務完了。あー、でも警察ばっかりだ。逃げよう、やばい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 、俺マジでやばい。ちょっと待って、ちょっとなんだその出方、お前ダサすぎるだろ。ちょっとバイクもらっていいですか。すいません、ハイジャック、今すぐ降りろ早く。ちょっとやめてもらっていいですか。やだ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 。さあ順調に逃げてきました。夜のドライブだこれが、みんな。じゃあ目的地へ急ぎましょうか。あいつ無力化したけどなんか意味あったのかな。いっ、ということでご視聴いただきありがとうございました。ウォッチドッグ2ね、とっても楽しめそうです。また警察に追われることになるとは。
持ってませんでした。 GTA5 以来にね。ということで、また次回お会いしましょう。ではポッキーでした。じゃあバイバイ。